こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。慶応各記念競輪、いよいよ最終日、12S 決勝戦の予想を行いたいと思います。12S 決勝戦はご覧のメンバーです。SQS 班が平原、村上の2人。なんといっても特徴的なのは、難関5人。その中でも、千葉3人が、勝ち上がったということですね。ここ松戸競輪ですかねって思います。地元から川村が、勝ち上がりましたね。決勝戦は平原マークとなります。その12S 決勝戦、非常に平原もよく、そして、友人親王杯優勝者の、村上よし、ひろゆきもいたり、準決勝スピード良かった山崎義人がいたりと、非常に悩む要素が大きいんですけど、やっぱり難関5人が強いということで、でもその中でも、選考意欲が一番高い根田が先行して、根田と中村は師匠です。師匠、弟子の関係ですから、師匠が抜け出して和田が続くゴール前一騎打ちになるんじゃないかなと思いまして、7997、こちらの折り返しに絞りました。では、もう少し詳しく見ていきましょう。12S 決勝戦、ご覧のメンバーです。バック回数見てみますと、やはり根田の16回光りますね。決まり手見ても、根田は逃げが8回。で、まくりが1回、差しが1回なので、逆に言うと、先手取ったら強いけど、先手と取れないと脆いというのがもう伺えますね。昔の山本真也とか、一時期の岐阜の竹内、息子の方ですね、の方を、彷彿させる走りですね。先行職人っていう感じはしないですけど、先行一本という選手だと思います。バック回数2位は5回の平原です。以下、郡司浩平、川村、地元川村が3回ずつと並びます。山崎は2回ですね。スタート回数見ていきましょう。川村が3回でトップ、村上弘行が2回、1回の人もいますが、これを見る限りは、それを飛び抜けた選手はいないということですね。並び予想、何かラインなしとなってますが、慶応閣でそういうのを、多分慶応閣の多分、新聞から取ってるんでしょうけど、そういうのを設定してないんでしょうね。なんか自分も慶応閣競輪行った時、結構なんか独特な新聞だったなっていう。いつもの赤系青系なんですけど、なんか独自な要素があるなっていう気はしました。そんな並びですが、ラインなしではなく、細切れ戦なんですが、実質3分線プラス短期2人ということで、平原に地元川村、村上と山崎が短期、そしてここが長いです。千葉3人、根田と中村は師弟関係です。弟子の根田に師匠の中村、そしてそこにやっぱり最近、立て足が鋭い、和田健太郎が続きます。さらに、一番点数がある郡司浩平、2は、難関静岡の萩原が続きます。この萩原の縦の足も結構、
一時期すごく怖かったんですよね。まあこの決まり手を見ると、今縦の足落ちてるのかなという気はしますけど、乱れた時の穴目で面白いのは萩原かなとも思いました。もちろん地元の川村も平原の走り次第では地元優勝と行きたいとこなんですけど、そうは甘くはないかなと思います。3連単の進出は平原、郡司、中村、和田、非常にこの4人が接戦ですね。やはり、全体的に割れており、皆さんを悩ましいと思ってるってことですよね。じゃあ2車単のオッズはどうなのかと言いますと、1番人気は1番6番、平原、川村、地元の川村を連れた平原が、14.2倍で1番人気。次が7番、9番、根田の先行で抜け出す中村、和田。その裏ですね、和田、中村は16.3倍です。ちなみに、平原を川村が指した場合は6-1、24.2倍です。他ですね、郡司、平原が人気ですね、15.6倍、裏の平原、郡司も17倍ですね。で、平原、中村が18.1倍。17、18.1倍ですね。じゃあ裏の中村、平原、71だと34.5倍ですか。中村からは和田だけでない目も売れてますね。また、郡司も結構均等に売れている感じでしょうか。実は夜はもっとオッズ低かったんですけど、ちょっと上がってきましたよね。そして山崎、お、なかなか準決勝いい走りしたものの、穴人気とまではいかないですね。ほぼ総流し要求されるんですけど、いや、5-4はもつれた場合のチャンスですから、根田との5-4もあると思いますし、何しろ和田との5-9、139倍は美味しすぎます。裏の和田、山崎の9-5の154倍も非常に魅力ありますよね。そして、友人親王杯取った村上が非常にオッズついてますよね。一番安い、平原との3-1でも48.1倍。山崎との3-5で57.5倍。中村との3-7で97倍。以下全部、満車券。一番得点のある郡司で101.1倍ですね。郡司村上は31.8倍。だって前の場所で特別取った村上博之と、一番競争得点、実力の証である競争得点を持っている郡司ですよ。いくら別戦だって1点をちょっとこれつきすぎはしませんかね。という、摩訶不二、これも競輪だねと言われればそうですけど、ちょっとあまりにも意外すぎる。あとやっぱり人気平原に集中してますよね。ここはやっぱり地元勢の意地っていうとこなんでしょうか。慶応格ということもありまして、結構意外とついてる穴目というのが多い感じはしますよね。じゃあどうするかというとですね、
確かに、山崎のオッズとか、村上のオッズとか、すごい魅力ありましたよね。いや、結構、驚きで、オッズだけ見てると、山崎、こんなにつくの？っていう穴目の狙いですね。確かにほぼ総流しが要求されるとはいえ、これだけついてたら魅力はありますよね。村上もしかりですね、たとえ短期で、不利な状況といっても、全場所のタイトルホルダーにこれはなーって思いますね。と言いつつ、本命は村上でも山崎でもないんですよね。ちょっと触手引かれますけど、このレースは、ちょっと悩みますね。もちろん平原の意地もある。タイトルを取った村上もある。郡司も縦の足切れる、安定してとは言えないけど、縦の足は確かに。で、競争得点トップも分かる。そして山崎も好調。なんですけど、やっぱり、メンバー構成見ると、南関東が、特にですね、この並びを見ると、根田以外逃げる選手がいないんじゃないかなと思うんです。で、今、平原と郡司が、郡司8位、平原9位かな、反対かな、平原8位、郡司9位かな。で、グランプリの賞金で争ってます。なんで、ここはお互い勝たせたくない。ああよくば自分が勝って賞金を積み重ねたいっていう思いは非常に強いと思うんですよね。なので、番手なんかい、あの、もし値段の番手なんか行ってたら、他、山崎もそうですけど、出番がやってきてしまうという思いはあると思うんですよね。平原も郡司も番手行く可能性はあるんですけど、平原なんか隙をついて、こう潜り込む戦法なんかうまいですしね。郡司も引けないという時は粘りますしね。なんですが、やっぱ番手が中村ですからね、これが和田健太郎だったら、ちょっと不安はあったんですけど、中村ですから、なんとしても新大食いの番手は守りきるっていう意思を千葉さんには感じてしまうんですよね。で、村上弘行は、そんなに番手行くしかないとは思うんですけど、本人自体が番手行くような、横で位置を取るようなメン、あの選手ではないですから、でも、トモシとの虹だったっけな、それは競ってたような、それでも、ここはそんなに、番手まで伺うような戦法は取らないんじゃないかなという気はします。準決勝、ちょっと伸びを欠いたなーっていう印象はあるんですよね。まくり追い込み気味に踏んでいったんですけど、3着、VTR で見ると、これ敗退したかなというぐらいの接戦、でしたね。村上弘行としては伸びはちょっといまい一歩だったかなということで、やっぱり数の力は強い。しかも、根田と中村は指定コンビ。って考えると、根田以外行く選手はいないんじゃないかな。で、その後ろも郡司あたりで固めて、で、平原は郡司あたりに行ったり、行くのがいけないかもしれないな。ごちゃ、精一杯。村上も、千葉の後ろに行く。最初から狙うかが精一杯。
山崎は後方に置かれそうな気がするというところで、まあたとえ郡司あたりや平原やら山崎が、まあ、村上弘之がまくってきても、結局今値段すごい先手取って、いずれもバック取って2着2着2着ですから、4コーナーまではかかりはいいと思うんですよね。なのでブロックなど仕事をして、中村が抜け出しちゃうんじゃないかなと。で和田も続きまして、縦の切れでは和田が今上ですから、和田が下肢の下肢を食らわすというのは十分、あると思います。なので、まあ、決め手としてはこのオッズなんですよね。7997、まあ、実力者が揃ってるんでオッズは割れるのは仕方ないんですけど、ライン的なことから考えて、まあ、これを 14.3 倍、7914.3 倍、9716.3 倍なら美味しいかなというのと、まあ絞りきれないっていうのはあるんですよね。いろんなとこから結局行ってしまう。で、あ、平原だ、郡司だ、山崎だ、村上弘之だっていうことで目移りしちゃうレースではあるんですよ。そう考えると、あえてこの2点で絞って、他が来たらしゃあないかっていう戦法に出るのも、やっぱりこれは長くするんだったら大事なんじゃないかなと思って、展開的にはまあ難関5人だし、値段は逃げるし、中村と値段指定関係だしっていうことを考えると、やっぱりこれしかないのかなと思います。もちろん他が来るチャンスありますけど、オッズ的な面、このメンバー構成な面を見て、まあいろいろ目移りをしてしまうんで、あえてこの2人にの折り返しに絞ることをお勧めいたします。はい、少し長くなってしまいました。慶応閣記念競輪の予想をお送りいたしました。いかがだったでしょうか。お気に入りましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄でアドレス記載しますので、よろしければ見てください。ツイッターもフォローいただければ嬉しく思います。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。非常に、目移り しやすいメンバーとなりました慶応閣。果たしてどういう結果になるんでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。